とね、明日って思って今日生きてきたのでとっても寂しいんですけど、しょうがないよね、そんなね、言ったって。ハートありがとうございます。まあでも来年また出演させていただけるように頑張りたいなって思います。また来年アットジャムもそうだけど、ティフさんも来年 NGT48 としてまた出演させていただけるように1年間頑張りたいなっていうふうに思いますし、その時もグループの中でセンターでいられるように頑張りたいなと思います。ちょっとなんかなかなか歌番組とかも出られないかったりしてて、だからすごく残念だなっていう気持ちの中で、でもこう毎年出演させていただいているティフさんとかアットジャムさんとかは自分にとってもすごくセンターで出演させていただけるのは本当にチャンスだなっていうふうに思っていたので、それがなくなってしまったっていうのはとっても悲しいことなんですけど、でも今回だけがセンターって思うんじゃなくて、これからもセンターでいられるように頑張るので、来年またね、出演させていただけるように NGT48 としても小越遥か個人としても頑張りたいなと思います。ちょっと今日メイクが黒くてすいません。今日は久しぶりにこちらの 72% チョコを食べているんですけど、こんなに苦かったっけっていうくらい苦くって、すごい苦いんですよ。なんか苦い、苦いなんか最近オリゴ糖のチョコを食べてて、オリゴ糖もなんか腸内環境を良くする善玉菌が豊富なのかな、わかんないけど、そんな感じで、あのオリゴ糖のチョコを食べて、なんか普通のミルクチョコを食べるより罪悪感がないから。でも結局まあそれはオリゴ糖を使ってるだけでそのままの甘さなんですよ。でもこれは本当にもうどんな手を使ってでも体にいいだろうと思って、糖質も多分普通のチョコよりは抑えられてるし、ちょっと脂質がね、まああるっちゃあるかもしれないけど、低GI、あ、そうね、なんかあれか、 GI 低 GI、 なんか GI 値っていうのがあるんですよ。血糖値の上昇のことかな、なんか聞いたことある。ポリフェノールがいっぱい、本当だ、 1800mg のポリフェノールです。ですって、今日もかわいいっす、ありがとう。なんだ
か、もう魂が抜けちゃいそう。初見さんこんにちは、ありがとうございます。昨日ね、サラが卒業発表したんです。ショックでショックで意味がわからないね、怒る。なんかすごい毎回っていうか、なんかメンバーが卒業発表してなんか決めたってなんかなんだろうな、みんな心の底からその気持ちを尊重したいなってすごく思うんですよね。うん、なんか卒業する勇気ってすごいすごいね、すごい勇気じゃないかな。だってメンバーともずっとこうやってきてめっちゃみんな仲いいし、こうなんだろう、卒業とか考え始める前とかが、サラがいつから考え始めたのか分かんないけど、なんか考え始める前の自分からしたら全然こうなんだろう、当たり前の日常っていう感じなのに、それをなんかこう自分からその当たり前の日常から離れるっていうのを考えるとすごい勇気がいるなぁと思いますね。自分の判断じゃなくてそうなってしまうこともあるかもしれないけど、それも切ないけど、自分からこう決めるっていうのもね。ありがとうございます。そうだよね。でもな、今から引き止めることはできないのかな。撤回してほしいです。でもそれはただ私のわがままであって、サラはみんなと離れるのが寂しいっていう気持ちもきっと持ってくれながら、でも自分の将来のことを見据えて
決めたことなんだし、サラの将来のためにその決断を下したって言うんだったら引き止めるのは違いますよねっていう思う自分がいたりとか、でもやっぱりずっと一緒にいたいよっていう気持ちもとってもとってもあって、自分のことも考えるし、そうだよね。くまさんありがとうございます。ありがくまさんです。でもそんなに私昨日詳しくサラと話せなかったんですよ。サラはみんなに結構囲まれてたから、でもいつか2人でお話できたらなって思ってて、もっといろいろちょっと根掘り葉掘り聞きたいくらいの本当にそういう気持ちなんですけど、本当になんかわかんない、魂が抜けて、なんかもう全然実感も本当にないんです。どうしたらいいのかな。さらに撮ったら NGT48 がいくら居心地がいい場所だった、自分の夢、新しい見つけた自分の夢に向かっていくためには卒業っていう判断しないといけなかったのかなって思ったら、やっぱりそこは仲がいいからこそ背中を押してあげれるような力になれたらなとすごく思います。
サラ卒業しても会ってくれるかな。会ってくれたら嬉しいけど、とっても遠くに行ってしまったら悲しいです。本当に一生ずっと一緒にいたいと思ってたから。でもうん、今まではなんかそんなに、なんかなんだろう、新潟に住んでないから、サラは小千谷にいるから、なんかわざわざ新潟に来てもらって遊びに行くのもなんか結構大変だなと思ってそんなに遊んでなかったから、ちっちゃいもんみんなで集まった時とか、なんかお仕事終わった後に遊びに行くとかはあったけど、だからなんかすごい悲しい。でも卒業しちゃったら普段のこの活動で会えないわけだから、遊びたいな。さらに定期的に会わないともうやっていけない体です。ちょっとわかんない、サラはねこれから何をするのかっていうのもちょっと聞けてないんですけど、また聞きたいな、教えてくれるんだったら。でも中2トリオで3人で、青と私とサラで、なんかボムさんのグラビアやらせていただいた時とかもあったし、一番最初に仲良くなったのが青とサラで、本当に2期生の一番最初に集まった時も3人あ同い年だねみたいな感じで3人で集まって、なんか隣に座って話聞いたりしてたりしてたから、なんかその時の光景とかもすごい鮮明に覚えてるから、あれから3年経ったんだなとも思うし、なんかその時隣にずっと、その時からずっと隣にいたサラが、あなんか同じメンバーじゃなくなるんだななんて全然信じられないし、実感が本当にまだわからないね。でもね、サラが卒業するまで思い出を作るとか、サラが気持ちよく卒業できるようなサポートができたらなと思います。信じられない、信じられなくて 72% のチョコかじってる。でもね、ファンの方からはやっぱりすごい驚きの声が上がってた印象だったし、まあ推しは推せるうちに推せとしみじみ感じたっていう声もたくさん聞いたから、本当にそうだなとも思ったし、アイドルでいられる時間はやっぱり限られてるわけで、発表する前はいつまでも続くって思ってるかもしれないけど、自分もね、だから
このいつまでも、なんだろう、まだ私はアイドルでいる期間は決めてないというか決まってないから、ずっと続いてるように思うかも、思ってるけど、いつか卒業する時が自分にも来るんだなというふうに思ったら、限られた時間の中で、なんか卒業発表を自分がしてから、こう、なんだろう、卒業発表してからその残された時間っていうんじゃなくって、今からをやっぱり大切にするべきだなって本当に思いますね。だから村民の皆さん分かってるよねってことそうですね、まあ、あのアイドル側もファンの方々もそういう気持ちでいてくれたらなって、推しが卒業発表してから残された時間をとかっていうよりかは、まあ、今のうちからいつどこでそんなことがね起きるか分かんないしね、でも自分がなんか本当に同い年で同期だから、卒業発表してったから、なんかもうやっぱ自分も考えちゃいますよね。私はまだいるけどいるよ、安心してください。でも安心してくださいって言ってると、いつまでも安心させちゃうことになっちゃうから、その卒業発表した時にのショックが多分大きいと思うんだけども、ちょっと何を言ってるのか分かんないんですけど、でもとりあえずこう本当にね、今を大切に、するべきだなと思いますよね。本当にそう、本当にそうだよね。あら、ありがとうございます。なんだこのポーズ。押すけど壁車はちょっと買えないかも待って、そう、ちょっと待って、私はね、なんかツイッター見てて、昨日ツイッターで、あー、なんか壁車のレプリカ発売するんだとか思って、でも昨日は値段とか見てなかったんですよ。明日告知しようって思って、でもあ、待って、本当に面白い待って、値段言っていいのかなもう本当に面白いどうしてどうしてそうなったの。箱も高級感ありすぎでしょなんでそうなったのでもお高いんでしょ、お高いんですよそれがでも違うんですよ、どこにそれだけの価値があるのってほら言ってるけど、違うんだよ、それは分かる人には分かるんだよ。だってさ、まずあの本物の
壁車がさ、もしこうオークションとかに出されるとしたらどのくらいの価値があるのかって言われたら、あの本物の壁写真は1個しかないわけじゃないですか。でそれの、まあ、レプリカで、でもなんか額とかは何同じ素材を使ってるの？額同じみたいな待って待って、でも確かに、いやでも、いやでもさどうなんだろうね、どうしたんだろう、何があったんだろう。そう、ちょっとなんかさ、ファンの人にさ私のツイートを褒められたんですよやばい、本当にそれがもっと面白すぎる宣伝上手ですねとかさ、なんか何メンバーとして宣伝しないといけないけどファンの人になんかお願いもしづらい中、なんかこのツイートは満点だねみたいなさいやいや、こちら側のこう都合をちゃんと汲み取っていただいてほんとに面白い私もでもこれ見た時、そツイートではさそんななんか言えないけど、ちょっとショールームでこれはちゃんと言うべきだなって思って、やっぱりでもね確かに高い高いけど、高いけど、まあ、今までになかったグッズっていうポイントと、あとまあ高いってことは多分そこまでたくさんの方が買えるわけじゃないと思う。学生のファンの皆さんとかは多分手が届かないはず。私は手が絶対に届かない。私はゼロが1個少なくても迷うくらいかもしれないそうってことは、でもまあすごい希少価値、希少価値って何、少ない、世に出回る数は少ないものではあるちゃある、なんかもう本当になんていうの、そうレアで激レアだよね本当に。ハルルもちろん買うよねイエーイそうそう本当に違うの、でも確かにね、なそうでもなんかそうやっぱグッズ新発売って言って出てるからツイートしないと、一応宣伝しないとだなとも思いつつ、でも正直本当に正直ちょっとここ切り取らないでほしいけど、なんかファンの方にこれはなんかおすす買ってくださいはちょっとさすがに言えないよなって思って。でだけどでもそう、でもツイートでも書いたけど、私がトップアイドルになってまあまあいい年になった時に、
当時アイドル時代のおそらく最高額のグッズ、最高額のグッズがあって、当時なかなかファンの人にももう本当になんかもうなかなかねこう得たかみたいな感じになって、そんなにこう出回らなかった最高額のグッズがあるけど、将来この小越はるかちゃんは本当に有名なトップアイドルになりました。今は売ってません。さあこの商品どのくらいの価値がありますかもうわかんないよ。違う、でもなんかさ、何でも鑑定団って番組知ってますか？私あれたまについてたら見ちゃうんですけど、なんかその中で結構ね、なんかその骨董品とかもあるんだけど、壺みたいな土器みたいな壺とかあるんだけど、あと掛け軸みたいな、でもなんか何かの昔のその仮面ライダーのめっちゃ貴重な、全国に何個数個しかないようなやつとか、なんかしかもそれを箱ごと取っておくとより価値が生まれますみたいな、そういうのあるじゃないですかそうなんですよ。そう、まあまあでも本当にね頑張っていきましょう皆さんそう、箱ごと取っとくのがポイントらしいですよ。できるだけ綺麗に取っとくとか、そうなんか注文したよとか、ちょっと今回はとかじゃなくて、さすがハルルンこのツイートみたいな、そうファンの方に褒められてるのが私的に一番のツボなんですよねそう、でも本当に無理しないでください。本当に無理しないで。で今見ちゃったんだけどさ、アイドルプラネットの編集部さんのツイート私の引用リツイートしてくださって、ハルルンの欲しい買わないとって引用リツイートしてくださってるんだけど、これ本気ですか？そうだよね。そう最近ね、あの取材させていただいてから結構絡んでくださるんですよ。いやいやご無理なさらず。でもまあカッゲットしてくださった方には絶対後悔させないようにしますっていうことです。でも本当に無理しないでください。本当に本当に無理しないでほしい。もう本当に無理しないでください何回も言うけど無理しないでください本当に。でもそんな中でもいろいろ迷った結果ゲットしてくださったっていう方にはもう本当に心の底から絶対私売れますっていう約束をします。はい、いやでも本当に考えて、だってコンサートもあるしさ、コンサートのグッズって今も受付してますかねとかいろいろあるわけじゃないですか。でも一回おしゃべり会は終わったけれども、
だってよく考えて、これ劇場に持ってくる？レプリカ。うちわじゃないんだからさ。そう。私はもう本当になんかいいとも悪いとも言えないですね、これに関しては。でも本当に面白いグッズだなって今までで一番笑ったっていうくらいのグッズだなとは思いましたね、本当に。そのメンバーのいいねが流れてきたんですけど、それ見て、え、この人何人分買ってるんだろうって思ったんですよ。でもそしたら一人分で青に LINE しちゃったたまらなくなって青ちゃんに LINE しちゃった。そう、そう、本当に。なんかね、ファンの方からさ見てたらさ、なんか本当は全員分、値段見る前は全員分買って、なんか家を NGT48 劇場みたいに、劇場みたいにしたいなみたいな感じで言ってた方がいたから、あ、それいいじゃんって思ったけど、よく考え、ちょっと待って、本当に おうち劇場たっか、お本当にすごい、誰が考えたんだろうこれ、ね、値段、お値段設定でもそのくらいの。でも確かにね、壁車売るってそういうことかな。いや、まあ確かにね。でも壁車グッズにするってどういうことかな。いや、でもね、でも私はまあメンバーとしてだから、すごいなんかもう、すごいもう揺れる揺れるこの気持ちでも全然今回はって言ってる方も、ご購入いただいてる方も、全然もう本当に皆さんそれぞれの意見をとっても尊重します、本当に。うん、こうおしゃべり会33枚くらい買えるよね。ファンの気持ち分かってくれて痛いほど分かるよ。え、これは本当に。でもね、そうだよね、なんかさ、特にさ、推しメンへの愛が強い方とかだったらさ、なおさら迷うよね。分かるよ、とっても。こんなに苦しい選択ない。すごいよね。ハルルンは単押し多いからみんな迷ってる。あえて言ってますかそれ。そうだよね、そう、単押ししかいない。そう、そうなの。私のことを見つけてくれた人はもう一瞬でハルルンの虜だから、ハルルンと誰かを掛け持ちなんてできない。うん、ハルカのことを見た瞬間、その人はハルカの虜だから、ハルルン単押ししかいないの。つらっ。
なすごい迷ってるって声めっちゃ低く切ない、大丈夫、かわいそう、みんな私も一緒に泣きたいでも笑って、本当に大丈夫かな、本当に心配、みんな大丈夫、本当にでも無理しないでね、これ買わなかったからって言って別にハルルン単押しの肩書きがとか全然気にしなくて絶対にいいし、もうでも買ってくださった方には絶対絶対その色紙、色紙じゃないや壁写が絶対もう私トップアイドルになってめちゃめちゃ遠い存在になったとしてもならないつもりだけど、そのくらいトップアイドルになって、でその時の激レアグッズ僕持ってますってめっちゃ自慢できるくらい、え誰のって一般の方とか全然なんか知らない日本国民、アイドルそんな知らない日本国民の方に、え何その写真みたいな、はい20年後に鑑定団に出してみてください、すごく数も少ないと思うし、まあでも頑張ってください本当になんかなんだろうな、複雑な気持ちです。正直私はまだ自分のグッズをここまで高い値段で売っていただけるようなほどトップアイドルになってないから、そうなんかもっとねめちゃめちゃ人気、本当に超人気アイドルとかだったらまあなんかこの値段でも、まあそうだよな、おごえはるかの名前使ってるんだもんなみたいな、そのくらいはあるかもしれないけど、まだまだそんなね、なんかだからちょっと申し訳ない気持ちもあります。でもそんなね、みんな優しい、みんなかわいそうなんかこう ここまですごい迷われてるみんながとってもね、だいやだなんかさこんな迷うっていうか、まあ、あ無理だっていう人もいるだろうけどさ、なんかどうしよう、欲しいな欲しいな、でも高いなみたいなさ迷ってる方もいるじゃん、私がもしファンの人だったら迷うと思う、お金があったらね、かわいそう言わないでサイズめっちゃ大きい、わかんないです、ツイッターとインスタありがとうございます、フォロー嬉しい、ありがとう、迷ってます、実物大事ないね、どうなんだろう、レプリカ物自体は本当の壁写と同じってことかな、劇場に飾ってあるのが本物で物自体は別に一緒ってことかな、でもそう考えたら確かになんか、考えたことなかった、あそこに飾ってあるよいしょ壁写がこれいくらくらいで用意されたんだろうなって考えたこともなかったです、マジ？どうですか皆さん、でも
まりにも買ってくださる方が少なかったらちょっとそれはそれで寂しいかもしれないなぁハートありがとうございますなんてでも言えないよ、そんな言えないよ、わどういうこと、なんかもう私もう何も言いません、もう何も言わない、私もう何も言わない、あのツイートが全てです。絶対買ってくれよなって言っておこうそんなこと思ってないよ、全然そんなこと思ってないよ、本当に思ってないよ、本当に。絶対買います。本当ですか。まあでも皆さん本当に迷ってそれぞれの答えを出してくださったら嬉しいなと思います。甘くないです、苦いの、なんか全然慣れない、苦い、ずっと苦い。はじめまして、はじめまして、ポリフェノール、またねありがとうございます。わあ、なんかね、本当にそう何の話こんばんは、こんばんは、また来てね、はい、なんかね、最近ね、あ、そう、あのさ、小林幸子さんと歌わせていただくのはポケモンの曲みたいで、風と一緒に、そう、そうなんですよ、だから今それも覚えてる、なんか歌詞がしみじみきますだから知ってる方もいたのかな、私そんなにポケモンを知らなかったからそんなに分かんなかったんだけど、
聞いたことある。なんかでも結構しっとりしてる曲、なんか勝手なイメージでなんかピカチュウとかもイカーンみたいな、すごいなんかドカーンバカーンみたいな感じだから、なんか結構激しい元気系の歌がポケモンの曲に使われてるのかなって勝手になんか思ってたんだけど、でもなんかありますよね、なんかすごい戦いのシーンを逆にしっとりしたなんか曲を裏で流してる、その戦いのシーンで感動みたいな、そんな感じなのかなって勝手にイメージしてるんですけど、そんな感じじゃないかな、映画の曲だった。あ、そうなんですね。あ、そうそうそう、そのすごいめっちゃラストシーンとかでもなんか染みるんです歌詞が。そう、あの新潟日報さんに載せていただいてた時の写真が、あのみんなでこうその風と一緒にを歌ってて練習してる風景の写真を載せていただいてるんです。こんばんは、こんばんは、ありがとう。初見さんいらっしゃいませ、初見さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。楽しみです。うわ、小林幸子さん生でお会いしたらどんななんだろう、もうなんかオーラとバーみたいな、本当にちょっとめっちゃ緊張するけど超楽しみ、頑張ります。本当になかなかない機会だから、楽しみです。血がしびれた。ああ、血がしびれた。ああ、足裏。ああ。感覚さん、アチシベートの、どうすればいいかな、久しぶりのモードじゃない、久しぶりかも。前髪今ちょっと場所、前髪担当を変えてるからちょっとここ止めてます。
なんかねなんかね、私ね、なんかショールームは一応ファンの方が多く見てくださってると思うけど、まあ、一応表向きの発信っていうことだからね、発信していい内容と良くない内容といろいろあると思うんだけれどもね、なんか私の多分私の話、私の言うことってあんまり通らなくって、通らないというか、なんかなんか全然そう、なんかただすごいすごい、ただなんかめんどくさい人みたいな、なんかなんかね、私はなんだろう、なんか例えばチャンスを、そのチャンスとかその失敗しちゃ、何かに出た時に失敗しちゃったとかだったら多分分かりやすいじゃないですか。あ、ここミスしちゃったな、直そうって分かりやすいじゃないですか。でもその悪くはなかったけど、そこまでよく、すっごい良かったわけではないよねっていう時ってそんなになんかそんなにこう反省会をしない、反省点を探そうとかしない感じの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 人たちとか、気づかないとか、もっとこうしてた方がなんかもっとこうしてた方が得だったよねみたいなこととかに気づかないのはグループの成長につながらないんじゃないかなって思うんですよ。一人一人がね、でもどうしたらいいん、でもそんな別に私はすごくそう自分のことを思ってやっているんだけれども、で別にだから私いつももちろんあのいただいたお仕事とかは全力でやるんですけど、自分の中で、あ、もうこれは100点、なんかもうっていうのにそんなにこう満足っていうことはなくって、でもそれは満足できなくってみたいな感じじゃなくって、満足したくない、しないようにしてるっていうのもあるんだけど、
それがなんかいいのか悪いのかは分かんないけど、私は個人的にそのくらいの持ちようの方がいいと思っているんですけど、どうなのかな。なんかまとまった春類よりアクセク葛藤している春が好きだよ虹なんだろうな、本当にもうもっとこの芸能界の広い芸能界の厳しい芸能界の中で生き抜いていくっていうくらいのポテンシャルを持てるような人にならないといけないんだけど、怒られたんじゃないんですなんかさ、例えばこうなんていうのかな、反省会をするムード、反省会っていうのは別にマイナスの意味の反省会じゃないんだけど、今日分かりにくいミスがはっきり、ミスって言ったらあれだけど、なんかなんだろう、でも私その人にもっとこうした方がいいんじゃないとか言える立場じゃないし、言えるほどすごくないし、でも言った方が多分間違ったことは言ってないと思うし、でも多分私に言われたらえっていう感じになる。すごくそう思うんです。とか日常のこう何気ないこととかも、何気ないちょっとなんていうのかな、小さななんかこう思ったこととかを言った時とかに、私は結構思ったことを最近、思ったことはすぐその時に言わなきゃって思ってるんだけど、でも伝え方って大事だよなって思って、他の人に相談したりする時もあるんだけど、でもなんか結構こうだと思うんですよみたいな言うと、わあすごいすごい言うじゃんみたいななんかなんだろう、隣で冷静にしてる人の方が大人みたいななるのがおかしいなって思って、なんで？そういうのが積み重ねで最終的になんか揉め事につながっちゃうんだったら、一つ一つちゃんと直した方がいいのにな。なんか誰に相談したらいいのか分かんなくって、でも私最終的に
自分の中でたどり着いた答えが自分が圧倒的なくらいの力をちゃんとつけて周りの人に認められて、ようやく周りがこう認めてくれるのか、なんていうのかな、そのくらいの人になりたいなって思って、人を変えるのって難しいから、まずは自分が変わらないといけないなってすごく思うし、だから今はとにかく自分が頑張って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 、すっごい高いところに行ってからようやく人に自分の意見を聞いてもらえる時になるんじゃないかなって思ったので、それまでぐっと頑張ろうかなと思ってるんです。本当はね、そう今も言いたいけど、多分私、今の私の言うことじゃ通らないと思うから、この前なんか新しい方法を見つけまして、私お風呂の中で一人反省会を録音しながらしてたんですよ。録音しながらとにかく思ったこととか、こうした方がいいとか、まあ、文章がぐちゃぐちゃになったとしても録音しておいて、自分の言ってることそう、でもそしたらお風呂入ってたらママがドア開けて、ドアあの何、春まだ入ってるのみたいな声も全部入っちゃって超恥ずかしくってなんかドア開けるっていうか、あそこお風呂のドアじゃなくて、お風呂のドアのその前のドアです、あのなんていうの、脱衣所のところ、そうそうそう恥ずかしくって超時間かけてそこだけカットして編集しましたそう本当に恥ずかしくって、それは本当に恥ずかしい、許せなくて、そうでもなんか一回自分で喋ってたんですよ、私
一回自分で喋ってで、あこれ録音するべきって思ってもう一回録音したの。20分くらい喋ってた一人で。聞かせられないよ。そう20分語ってたんです一人でね。私話が長いってよく言われるんですよ。それもあると思う。なんか私の話って聞き飽きる。でもこれママに似たの、私のせいじゃない。そうファンの人は、応援してくれてるファンの人たちはすごい、私ハルルの話だったらもうずっと聞くって言ってくれるけど、別に周りの私の周りの人たちは別に私のファンではないから、なんかなるべく短く収めてほしい気持ちもわかるんだけど、でも私の言ってることってなんかその細かい部分とかも全部大事だからそう言ってるんですよ。だからなんか面倒くさがらずに聞いてほしい本当に。最後まで全部なんか全部最後まで最初から最後までちゃんと聞いてほしい。途中で飽きないでほしい本当に。すごい飽きられるの。なんか話途中で塞がれたりとか、途中で話してる途中で誰かに呼ばれたりとか。だから早口で喋る時もあるじゃないですか。そう聞き飽きないように早口で喋るんですけど、でもそれはそれで早口だねって言われるんですよ。でもすごい私自分の本当に聞いてほしい。もうでもたくさん話すとすごいうるさい人みたいな、めんどくさいみたいな、そんな細かいことまでみたいな。でも細かいって思うのは人それぞれで、私は細かいとも思いつつその細かいところが大事だと思ってるから話してるわけであって、なんでその大切さに気づいてほしい。なんかでもとっても今が楽しい人生なんだなとも思います。そうやってすごいいろんな壁にぶつかってなんかいろいろ自分の中でもたくさん考えて、あれがどうだあれがどうだっていろいろあるのが、あすごい充実してる人生なんだなともめちゃめちゃ思います。しかも私は今きっと人生の中で一番楽しい時期にいるし、なって思いますね。でも話が長いのは認めるけど、めんどくさいとは思ってほしくないんだよね。私としては結構全部大事なことを話してるから何度も言うけど、そうとか、あの人それぞれだと思うけど、こうニュアンスって結構違うじゃないですか。例えばそのA さんと B さんの会話を C さんに向けて A さんが説明するときと B さんが説明するときとニュアンスが違ったら全然違うものに聞こえるじゃないですか。それはその人の立場で A さんが有利になるような言い方をしようと思えばそうできるし、 B さんだって同じだし。でも A さんだったとしても A さんが客観的に見て話したりすると C さんはすごくその場の状況がとってもこうイメージしやすいというか理解できるし、 A さんが自分のことを有利に喋るんじゃない方が話
話すことは時間がかかっちゃうかもしれないけど、それが一番こうなんだろう、いろんなことを解決するし揉め事も生まれないだろうし、一番そう正解だと思うんですよね、時間がかかっちゃったとしても。でもそれをめんどくさいっていうふうに言われちゃったら、え？ってなるじゃないですか。そういうことなんですよ。結構大切なことを話してるのにめんどくさいってなんか言わなくても思ってたら結構わかるし、っていう、よねっていう感じですね。でもすごくそういう時もあるよねっていうだけかな。もっとなんかいろんな人と話してみたいな。すごくね、なんかおしゃべり会とかしてると、あ、すごいこういう人もいるんだとか、めっちゃなんかその今まで自分が出会ってこなかったような人、なんかなんていうのかな、大きくなるにつれていろんな人と出会う機会が、なんか世界が広がるとか言うけど、でも本当にそうだなとも思うし、なんかそう、こんなことしてるんですかみたいな、あ、そういうの、そういう考え方もとか、そういうこういう性格の人もいるんだなとか、あ、こういうね価値観を持ってる方もいるんだなとか、そう、ようやくちょっと大きくなってそういうことを話せるから、おしゃべり会すごい、なんか私本当におしゃべり会をいろんな視点で楽しんでいてそう、あの普通に純粋にファンの方とお話しするっていうイベントなんですけど、話し会はなんかもうね、人生の勉強にもなるっていう、本当に大げさに言うとそのくらいすごいすごい、めちゃめちゃなんかいろんなものを吸収させていただいてる。そう、もうだからね、10月の生い立ちを聞く話とか本当にそうなの、もうたまらないくらい楽しみ。そう、なんかすごい徐々に分かってくるんです。もちろん私はアイドルだからファンの方とそうやってお話しして、自分のアイドルのこれからアイドルとして大声遥かどうやっていくかみたいなことを話してくださる方もいるし、なんかお仕事の話をしてくださる方もいるし、なんか普通にこのイベント楽しみだねっていう話をしてくれたりとか、感想を聞かせていただいたりとかもするし、なんかこういう時こういう気持ちだよねとかっていうこと話してくれる方もいたりとか、なんか本当にいろんな方とこう話しさせていただいて、で一人一人の方の声をもう直接聞くっていうのが本当に楽しくって、皆さん一人一人とお話しできるのがすっごい嬉しくてしょうがないそう、貴重な機会すぎて、なんだろう、まあ結局そのメンバーもスタッフさんもそういう業界の方々だから、まあ似た者同士みたいな、結構みんな変なんですけど似てる人が多いけど、おしゃべり会とかファンの方と話すと、あ、そういうね人もいるんだねみたいな、本当にそう、本当に好きなんですよ。なんかできたらこういろんな気持ちを分かる人になりたいし、自分が
何持ったことない感情を持てた時がすごい革命が起きたくらい感動するし、そういう瞬間がなんかおしゃべり会だと気づかされることとか見方とか考え方とかいろいろそうあるから、なんかすごい楽しいですそうだから本当にそうなの、そういういろんな視点での楽しみ方がおしゃべり会は私はできてるから、本当に来てくれる皆さんには感謝しかないなっていう気持ち、うん、でもそれもそう目標の目標というか心がけたいことの一つなんです。与えてくださった、与えられたそのチャンスとか状況とかの中で人よりも確実に自分が得るものが多い方がその中で絶対強く生きていけるって思ってるから、誰よりもいろんなものを吸収しようと思ってます。おしゃべり会に限らずイベントとかでも、なんかその時の数字もそうだけど伸び率が一番大事だと思ってて、伸び率が高かったらいずれなんか超えることはできるだろうし、その勢いを保ちもっと加速させるために、うん、いつかチャンスが来る時まで自分のポテンシャルを高く高く持てるようにって思ってます。うん、10月のおしゃべり会も楽しみですね。今日は9月最後の日だから、9月最後か、私9月の1日とかになった時言いましたよね、あー9月ももう9月になったんだとか、9月もきっと1週間経って半ばに入って最後の2週間とか思ったらもうあっという間に終わってるんだろうなとか言ってたら、もう本当に毎月行ってるそうそうなんですよ。高校生もね、もう高校2年生の後期に入るから、そう高校3年間の半分、あー涙が出てきちゃう。でも10月も結構コンサートがあるから、それに向けてかなりね頑張らねばいけないです。コンサートめっちゃ楽しみにしててください。本当にもう念願のコンサートだよ、ときめっせだよ。しかも本当になんかあの発表の時の V みたいなの見るたび涙出てきちゃう。本当にゆかさんの卒業コンサートって出た時も、単独コンサートって出た時も、本当にね、コンサートの練習とか おしゃべり会もそうだし、公演もそうだし、その他のいただくお仕事とかもいろいろ忙しくさせていただけるっていうのは本当に幸せでありがたいことなので、一つ一つを全力に取り組ませていただきたいなって思うし、その一つ一つのことから得るものを
さっきも言ったように誰よりも多くのものを得るように集中して頑張らせていただきますので、皆さん楽しみに。まあでも学校はねあるんだよね、そうだよね、そうなんだよね、まあね、ふわー、ハートありがとうございます、ありがハートさんです。10月8日は村民会議あります。うん、待って待って、ありますよね、西荻さん、そうだよね、あ、よかった、あ、よかったよかった、ちょっと発表されてないかと思っててとっさに、うん、うん、ちょっと待って、焦った、そうだよね、もう発表されてますよね、そうだよね、ごまかしたかった、かわいい、あーよかった、そうです、8日は村民会議があります、行く予定、あ楽しみ、10月16しゃべり会取りました、楽しみです、ありがとう、あ12日はヤヒの生誕祭、そうヤヒのね生誕祭、ヤヒはでもそっか、そうだよね、でもさ公園さあれだよね、サメカツナとかマミムメモと一緒に私やったこと多分ないよね、ないと思うんだよね、そう、やりたいね、だから全然合わないんだよね、マシモンとかユメタンもこの前のレッスンの時にめっちゃ久しぶりにやった、なんかもう会うたび会うたび久しぶりだね久しぶりだねって言ってる、ユナコは割と会う、クラクラのとか、でもヒノちゃんも全然会わない、マナも全然会わないな、テラヒナはちっちゃいもんだから、そうね、ゆめたんとひのとまなとか合わないんだよね、ちかなちゃんも合うし、かえりちゃんも合うし、みゆみゆも合う、うん、
サーヤも合うよ。リカさんも合います。ぼっちでもリカさんは会うたび会うたび後輩からの人気が上がってるから。ずっとそう。つぐみさんともすごいクラクラでめっちゃ仲良くなって鳴らしていただいて、あ、カドさんもたまにしか会わないの。でもカドさんはこの前の総踊りの時に私めっちゃ緊張してたんですけど隣にいてくださって、そう、しかも春って呼んでくださるそうです。今度からは名前、結構私の呼び方が安定してなかったみたいだけど、春って呼んでくださるそうです。嬉しい。呼吸してる？してますよ。すぐはいつもはるちゃんって呼んでる。うん、嬉しい。ねえねえ、はるちゃん、はるちゃん、はるちゃん呼んでください。嬉しい。ひのちゃんも結構はるちゃんって呼んでくるかも。マシモンははるって呼ぶな。ななみもはる。サーヤははるかかな。うんうん、リカさんにははるか村って。治ったかな。そうね、あ、レーナさんとアイナさんはおごえちゃんって。でもアイナさんはこの前そのカドさんと一緒にの時、ソードリの日に私もはるって呼ぶねって言ってくださったので、ノエさんはおごえちゃんかはるか村だった気がするうん、マリナさん、マリナさんははるか村って呼んでくださります。あ、ゆかさんもはるか村かおごえちゃんかも。そうですね。すわさんは普通におごえって呼ばれます。スタッフさんはみんなおごえ、おごえ、おい、おいおごえ、おいおごえ、いや、おいおごえはなんか、おい伸びたみたいな、いや、そんなテンションじゃないけど、まあ、そうですね、普通におごえ、なんか、おごえはおごえだよね、らしいです。そうみたいです。でも、青のこととかは、青ちゃんって呼ぶし、サラのことも結構みんなサラって呼びます。
年少組は名前で呼んでもらえるのって思ったけど、私は大江は大江らしいです。悲しいですね。なんか距離あるんですか。そんなことないですよね。リボンありがとうございます。そうね、ヤヒははるかって呼ぶ、テラヒナもはるかって呼ぶ、アオもはるか、ユウもはるか、サラもはるか、ちっちゃいもん結構はるかって呼ばれるかも。はるかはるか、そうね、ちっちゃいもんがはるかで、同期のお姉ちゃんたちははるちゃんとかはるとかが多くてって感じですね。コパル？コパルは呼ばれない。懐かしい。コパル、確かに後輩入ってきたら、うわ確かに後輩でも結構私たちは、先輩は先輩のニックネームにさんって感じ。あゆ太郎さんとか、あゆかさんよりあゆ太郎さんとか。ひなたさんはひなたさんだな。リカさん、ノエさん、アイナさん、レイナさん、あ結構名前にさんかも。じゃあ私はるかさんって呼ばれるのか。はるるんさん、はるかむらさんそこは花んぱいせなんかはるかっていう名前多分呼びにくいんだと思います。2文字って結構呼びやすい。なんて呼ばれるんだろう。はるかさんが妥当かな。あ、プルルンはないです。